ジャック・モーデュイはフランス後機ルネサンス音楽の作曲家。16世紀後半のフランス人作曲家では最も革新的な一人で新しい方法で声楽と気楽を結びつけ、イタリアからベネツィア学派の壮麗な分割合唱様式を導入した。ピエール・ド・ロンサールの葬儀のために作曲した死者のためのミサ曲によって有名。モーデュイの生涯について多くの情報は マランメルセンヌに由来する。パリの貴族の家庭に生まれ、人文学や語学、哲学に卓越した教育を受けるが、やがて音楽を独習するに至る。ジャン・アントワーヌ・ドバイーフによって創設された、使と音楽のアカデミーの一員となり、古風な陰律音楽を普及しようと試みた。これは、近代的なフランスの陰文と音楽を用いて、古代イギリシャの音楽の修士法と倫理学を、 最高しようとする試みであった。1581年に、リュート奏者で作曲家のティボード・クルビルが没すると、モーデュイが主席音楽家に就任した。モーデュイは明らかに気概のある人物だったらしく、1589年から1590年まで、ユグノー戦争のチミドロの終局におけるパリ行為の間、クロードル・ジュヌのパリ脱出を支援した。そればかりか、 ルジュヌの作品やバイーフの未出版の作品を保存するのに力を尽くした。モーデュイは首と音楽のアカデミーの導入の誰よりも長生きし、1621年にパリに没した。モーデュイは陰律音楽という比較的新しい作曲様式でシャンソンを量産した。この様式ではフランス語の抑揚に応じてリズムが厳密に規定され典型的な例を挙げると、 アクセントのある音節が2に対して、アクセントなしの音節が1というように、音符の長さが固定されている。モーデュイは、クロードル・ジュヌほどの名声を獲得することはできなかった。これは、モーデュイ自身が全作品の観光を確約しながら、その達成に行き詰まったせいもあろう。モーデュイの作曲様式は単純で名晰であり、歌詞に変更を加えず曲付けを行っているが、 大抵多彩な火星法によって作品に多様な変化をつけている。ピエールド・ロンサールのためのレクイエムは5世の作品だが、モーディイの最初の出版作品である、ジャン・アントワールド・バイフの定量シャンソネット集チャンザ・ネッツ・メッシュリーズ・デジーン、アントワールデ・ベーフは4世のための作品である。これは、陰立音楽のみによる最初の曲集であった。16世紀後半の作品は、 ほとんどが失われてしまったと推測されている。モーデュイは、読唱とリュート伴奏によるエールドクールの作曲家でもあり、また92人の歌手と45人の気楽奏者によるバレエ音楽、ラ・デリバランスで、ルノーの作曲者でもある。メルセングが触れた作品のうち、300曲の詩編唱、バンカシュー、テネブレ、104曲のイムヌス、ミサ曲、モテットは散逸している。 モーディイは17世紀になっても、陰律音楽の技法を使い続けた。元から、そのような意図があったわけではないにせよ、歌手と気楽をいくつかのグループに分割しており、差し詰め、ベネツィア学派の流儀で、複合唱の技法を用いたのかもしれない。メルセンヌは、イングランド流儀のバイオルコンソートをフランスに、導入した人物ともみなしており、ビオールに、 第六弦を加えたのも猛獣イであると主張している。ありがとうございます。